はい、今回はですね、アルティメットファイターズですね、ラージナンバーズ VS 正義悪魔連合軍っていうことで、まあ、極州で筋肉マンが登場して、で、今回の、アルティメットファイターズの限定キャラというのはネメシスっていうことですね。はい。で、ただね、このガチャに関しては、まあ、0.29 はネメシスと水ネメシス、あと光のストロングザブドウで、ウォーズマン。で、0.5 はクラッシュマン。マックス・ラジアル、マーベラス、ブラックホール、マーリンマン、ターボメン、ロビン・マスク、ラーメンマン、このあたりはまあ常連ですかね。はい。っていう感じなんだけど、まあ自分持ってないのはね、正直言うとマーベラスとね、光のストロング・ザ・ブドウで、が持ってない。他は一応持ってますね。はい。なんで、個人的には結構シビアなガチャになるんですけどね。まず金を出さなきゃいけないんだけど、さらにね、もうちょっとほぼ一点狙いしていかなくちゃいけないんですが、まあとりあえずちょっとね、少しやってこうかなと思います。はい。そろそろあれだよね、アルティメットファイターズも他のシリーズと一緒にしちゃってもいい時期に来てるんじゃないかなとは思うんですけどね。はい。相変わらずアルティメットファイターズは前回一応 0.5 のクラッシュマンが来てくれたんだけど、ここ最近は本当に 0.29 は来てないかな。うん。まあ相変わらずなんかやばい雰囲気ですよね。アルティメットファイターズは正直あんまり相性はよろしくないかな、自分。うん。44連金なしとかもあったんでね。まあ、今、来ましたけどね。やっと金が1個。さて。あー、普通に、イケメンか。イケメンは2体目ですね。うん。まあ、とりあえず、今回は4、マックス44かな。はい。なかなかきついですね。なんか、来る気がしないんですもんね。引こうか迷ったんですよ、正直。うん、まあ、でも せっかくなんでね。行こうかなって感じなんだけど、ご覧の結果ですね。あ、一応消化器が来たね。うん。さて。マックスラジアル、まあ、一応ピックアップなんだけど、2体目かな。うーん、2体、どうなのかな ?2 体編成いけるのかね極主の筋肉マン。一応、アビリティはなんか、被ってはいるんでしたっけ。現時点ではまだ1回もプレイしてないんで、なんとも言えないんですけど。なかなかね、微妙な結果に終わりそうだね。マックスラジアル2体目ってどういう、なんだろうな。うん、0.29 はほんと来ないね。うん。最近は。アルティメットファイターズですけど。マッスルフェスティバルよりもね、全然来る気配がないんですよね、最近。じゃあ、ちょっと最後ね、金のね、サービスガチャをやっていこうかと思います。さて、あと2回ってことですね。なかなかきついね。アルティメットファイターズはね。これでも前、その一番最初のゴールドマンの時に筋肉マンがあって、あれが一番マックスだった時かな?アルティメットファイターズはね。アルティメットファイターズ限定って筋肉マンしか持ってないのかな、俺。きついね。まあ、絆覚醒して強いんだけど、いっぱい持ってるんですよね。今のコンバットアシュラは。さて、最後。これもどうなんだろうね。まあ、絆覚醒できるんだけど、その絆覚醒もちょっとね、今んとこあんま使ってる感じはないんですよ。イラストは好きなんだけどね。まあ、こんな感じですね。大体予想通りではあるんですけど。はい。まあ、そんな感じです。またちょっとね、アルティメットファイターズはね、そんなに、なんつうのかな、うん、深追いはしないです。はい。次は多分、マッスルフェスティバルかな。はい。ということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。